はい、おめでとうございます。慎太郎、おめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日は新しいゲストが来ております。はい、紹介してもらえる？慎太郎君。あ、じゃあマーシーの方からちょっと紹介お願いします。はい、マーシー、ラッパーのマーシーです。ラッパーのマーシーです。マーシーです。マーシーでジャンキーって言います。あ、ジャンキーなんや。怪しいやん。それはそう思われるからちょっと名前変えようかなみたいな悩んでたんですよ。なんか聞くところによると12歳からラップします。ラップをしてると。はい。大阪の子じゃんやんな、もともとは。細かく言うと東京なんですけど、8歳から12年間、島根県に住んでまして。島根におって、島根から、はい、17歳ぐらいから自分でイベント開いて。ごめん、これ俺飲んちゃうわ。人の勝手に飲んでるわ俺。ちょっと待って。オーケーっす。酒を持ってこな。な、ごめん。人の勝手に飲んで。ほんで何年やってんの今で。今年で14年。わあ、もうベテランやん。ベテランやん。14年やったら大概馬なんで。そうですね、大概上手くなりますね。だいぶ。なんでやりだしたきっかけは。きっかけは、すげえ単純面会で、1999年に、ジブラと、ドラゴンアッシュの有名なグレートフルデイズって曲があるじゃないですか。あの時にジブラを初めて知って、それまで音楽に興味なかったんですけど、のジブラのリリックにやられて。ジブラにやられたんや。そうっす。まだやっぱやりよるなあいつ。あいつって言うたかんわ。あいつ言うたかんけど、でも同期やからな。同期ぐらいやからな。世代から言うたら同期ぐらいやからやってる時間も、ね。でもまあまあ売れた人と売れてない人の差やけどやな。あ、ジブラがニュージャパンの息子やって知ってる？あ、知ってますよ。知ってるか、やっぱり。もちろん。おい、なあ、金持ちがヒップホップすんなっちゅうねん。でもまあラップうまいですからね。うまい、はい、そこは認めるわ。はい、それもしかもいろんな提示も全部してるし、はい、彼の場合はやっぱ、まあ、それなりのもんをちゃんと持った上で言うてるから何度も言われへんけど。なあ。ジブラに本来影響されて、はい、今に至るわけや。そうですね。でもまあ他にも影響されたラッパーはまあいます。あ、他どんなの？ハンニャとシンゴ西成。あ、シンゴ西成な。アナーキー。アナーキーな。あ、なんかゲローの方やんか、そっから。そっからゲロースターやん。ギャングスターからゲロースターやん。もうケイ君のどっちがええの？ゲロースターになりたいんか、ギャングスターになりたいんか、どっちがええ？オリジナルになりたいです。オリジナルでもあるやん。だから金持ち？いや、貧乏です。貧乏？あ、ゲロースター。いや生き方がちゃうからな、それはもう。まあそうですね。ギャングスターいうのは悪ならなかんしな。悪いか？いや別に悪くないです。ほんなギャングスターやめよう。はい、ゲロースター行こう。貧乏にやろ、はい、まあ、ゲロースターで行こうや。ゲロースターのトップは信号西成が走っとる。はいな、はい、アナーキーもあれゲロースターやで、あれ。どれぐらいでも。もうゲットスターっすね。なあ、団地の子の。そうっすね。なあ、だからもうそういうゲロースターで行くと。はい。な、慎太郎は最近何してんの？僕は、今やって休めたばっかりで仕事ばっかりっすよ。ああ、そう。はい。まあでも、ちょっと。音の方は最近は、制作の方は入ってんの？制作やからな、彼は。ちょっとは作ったりするんですけど、うん、ちょっとまとめた時間ないんで、うん、まあでも今年中には仕事の方も、うん、ちょっとどうにかなるというか、うん、どうにかしてこっちにまだ戻ってこれそうなんで。あ、戻ってくんの？はい、大阪営業所に。ああ、なるほどな。
ほんでちょっと音楽もしょまた活動しようと思ってんのよ。そうっすね。はあ、ほんで、それを機会に。ほんでクビなんねん。大体そんなんクビなんで。でもこの間生かしたビートを何曲かもらって、うん、かっこよかったっす。そや、二人でやったらええやん、それ。ビートメーカーとラッパーやから。いや、今そういう話してるんですよ。なあ。そうっすね。まあ、彼マーシーが、うん、まあ、こっち来てソロアルバム出したいって言うから、うん、今までのは誰かのインストの上で歌ってるから。マーシーは今まで作品はまだ作ってないねや。まだ作ってないですね。オリジナルはないんですよ、うん、はい、ないねや。あら、作ったらいいや自分、はい、その、専門職やんか。そうですね。なあ、はい、ほんだよ、なかなかエビート作るやろ。はい、うん、それは知ってんねん。知ってんねんけど、ビート作ってる間に折れようになったりすんねん。すぐ折れようになったりすんねん。精神的に弱い。精神的に弱い。そうなんですか。そう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 、彼は精神的に弱いね。僕も弱い方ですけどね。弱い方な。弱い方っすね。音楽やっとって弱かったらあかんで。もう音楽の、まあ、一つだけ言うたら、はい、音楽はアホの魂でできてんの。わかる。いや、わかります。アホの魂でできてんの。アホの魂で。わ、うん、かります、わかります。わかりますよ。だから、かっこええこと、かっこええか恥ずかしいかの狭間で生きとんねんな。はい。うん。いや、でも恥ずかしさは全然ないっすよ。ないねや。はい。ああ。俺はもうずっと恥ずかしいけどな。マジっすか。ほんまほんま。俺はもうずーっと恥ずかしいなぁ思いながらずーっと今まで生きてきたんや。本当ですか。ほんまやって。まあ、後々告知するって言ったイベントもレギュラーで出てるじゃないですか、うん、恥ずかしいね。なんでですか。じゃああんな言うたらうまいやつ山ほどおんねん。もううまいやつ山ほどおんねん。まあそうですね。なもう俺そこ諦めてんねん、うまいやつ、はあ、じゃない路線で行ってんねんや、はあ、な、うん、恥ずかしいのをどんだけさらけ出せれるかいうジャンルにおんねんや今。俺のジャン、そうなんですか？ジャンル、うん、だからどっちか言ったらゲロースターもありのな、ギャングスターもあった、はい、な、俺はゲロスターやねんけど、ゲロースターをね目指しとってん、はい、俺はな、はい、でも違ってん、汚れスターやってん。新しいやろ汚れスター。汚れスター。汚れのジャンルのスターやってん。汚れのジャンルのスター。そう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 。そこ狙ってるからやな。うん、難しいね。俺のジャンルはなかなか難しい。また道を切り開くね、汚れスター。あー、汚スターっす、ね、汚スター、汚スター、やばいっす、ね、オタスターって折れへんの。オタクスターって。オタスター、オタスター。いやでも音楽やってる人を熱中してる人はみんなある意味オタクじゃないですよね、うん、オタスターやな。オタスターっすね。オタスターもマイク握ってほしいな。オタスターはじゃ本格的な音の方をやってるやつはまあまあまあどっちか言うたらオタスターやね。もうはい、オタスターやねん。すでにもう音やってる時点でオタスターやねん、はいはいはい、な、だけどそれがマイク握るやつが出てけへんねん、はあはあはあ、に日本橋いっぱいおるやん。そうっすね。スカウト行こうや。スカウト。スカウト。もう君はラップがって言ってちょっとはめてまおうや。日本橋でオタクにオタスターで、そんなん全部があってヒップホップやからな。まあそうですね。うん、いろんなやつがいてヒップホップ、ね、そうそうそう、オタクのスタイルも、そうそう。でそれの思想ってみんな違うはずや、考え方が。そうですね。な、俺ギャングスターはギャングの考えがあるやんか。はい。ゲロスターはゲロの考えがあるやん。な、オタスターはオタスターの考えがある。な、あんねん、あんなきおんねんからなんかかっこいいからやってんのちゃうのあれ。あれはなんか絶対ソウルが入ってると。まあオタクのソウルってあると。オタクのソウルは、まあ、ありますね。入ってますね。うん、入ってます、ね。そこを歌い上げてほしいねんな。うん、ああ、オタスター。僕ね、あのマーシーと出会ったきっかけはあのニコニコ動画なんですよ。知ってます？ニコニコ動画。オタスターやん。あれこそオタスターが、はい、コミュニティの。それ見てて僕はあこういうヒップホップのやってる子もおるんやっていうので最初見始めたんですよ、うん、あ、ほんならオタスターなわ
部分も分かる部分あるんちゃう？いや、ないと思う。ないか。おたっさ探しに行こうや。プロデューサープロデューサープロデューサーでプロデュースでばっかりプロデュースやってるやんか。なあ、おたっさもこうちょっといてるで。いてます。いてるいてる、絶対あんだけおんねんから。ただラップに熱中してくれるかどうか。いやだからほんまに そのお前の考え方をちょっとラップにしてくれやと、はい、そらもう同年代よりか10歳ぐらい年下のでもうええんねんとか。いっぱいあると思うね。もうな、はい、大人見てももう分かんねんな、俺は子供しか立てへんねんとかやつとか。ちょ、危ねえ、ギリギリのとこやん、ギリギリの。いや、なんかして伝言したら確かにこれもう結構まあ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 、もちろんもう手首に鉄の縄がはまるけどやな。はまりますね。そこの気持ちまでの歌うのは自由やろ、それ。それは自由ですね。そうやろ、はい、歌ってもらおうや、オタスターに。オタスターに。オタスターおらんか。いや、ただ僕らが知らないだけでいるかもしれない。いや、絶対おるよ。ですよね。絶対おるよ。どっかに。それはもうプロデューサーに任さなあかんのじゃん。ほんでまた電気好きやからな、電気屋の周りをおるからな。慎太郎くんはな、電気屋好きやから。やろ、僕好きやろ、僕日本橋行くやろ。行きますね。俺もよく行きますね。行くやろ。、はい、あ、ほんな部品も好きなんで。ほんなプロデューサーやろ。もうオタスター見つけなあかんじゃん、次。もうクラブでなラップしてるやつとかもう そんなところ時点でもう普通や。あ、探し方が普通。まあそうですね。うん、女やついっぱいおるやん、もう世の中に。はい、なあ、秋葉原とか日本橋から出てきてないで、まだまだ出てきてないで。西成からはもうゲロスター出てもうたしな。ですね。なあ、そうっすね。あっと次オタスターやろ。それぐらい、それぐらい強烈な個性の。そうやろ、もうプロデューサーからじゃ それ狙わなしゃあないやん。うーん、なあ、オタスター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 どんな感じすんの。やっ、あんま強そうじゃないもんな、まず一番に。まあそうっすね。まず一番に何が何が違うか言うたら、全く僕らの文化とは全然違うところで生きてるってことですね。そう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 、価値観もちゃいますね。価値観も違う。だからその価値観を歌ってもらうわけやん。どうなになるか分かれへんで。これはまあまあ、南でわーラップ出てガーやって、まあまあまあ一緒に次もやるけど、はい、ヒダディとか、はい、な、はい、ああいうこう、 あれはあれでええねん。あれが悪い言うてない。なあれをみんな見すぎてレールに乗っかってあっちに行こうばっかりしてるやんか。うん、じゃなくてオタスターとか、あといっぱい俺みたいな汚れスターとか、はい、ないろんなが出てきてええよ、ね、はい、ヒップホップやねんから、ね、ヒップホップいう枠っちゅうのはな、まあ、出ていく生き方としてはそういう方がやっぱり個性的というか、そうそうそう、目立ちますよね。そう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 、なあ、なあ、そういう風なのを慎太郎君がちょっとこうプロデュースでな、それプロデュースして絶対嫌だって顔してる。絶対売れるか売れへんかは日本マジで探して、ひょっとしたらな、売れる売れへんかやったらやで、オタスターので売れるかもしれんで。まあそらそうですね。いや、圧倒的人数、クラブ人数と比べても、ええ、同じぐらいの量おんねん。まあ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 、オタスターはな、な、割と CD でもみんな買うねん。そうですね、確かに買いますね。クラブおるやつ、クシー買うの買いませんね。買えへんやろ、オタスターやって。そこでバーン火ついてみ、みんな、あの、地下アイドルって今あるやん、はい、はいはい、みんな CD 買って、はい、1人が10枚ぐらい買いようねんで。買います、買い、もっと買います、買います。そうそうそう、オタスタ出て。ほらもう売れまくりやん。ヒップホップは秋元康。そう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 な、ちょっとそれちょっとあのプロデューサーやし。はい、な、それかもうオタクのふりし、自分が。まずオタクの勉強からじゃないですか。そう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 、もうあのいろんなおもちゃ集めて、おもちゃおもちゃ、 おもちゃいっぱい持ってるやんあいつら。おもちゃ集めて、まああのなんだ、エヴァンゲリオンは覚えとかなあかんで。エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンの内容ぐらいは全部覚えとかなし、とかな、オタク言われへんな。
もう僕は分からないですけどね。基本ですか。基本でちょっとエヴァンゲリオンの T シャツ着て。エヴァンゲリオンな T シャツまで着ないとダメですか。いやおダスターやろ。はい、やっぱそこアピッとかなあかんやんか。ですかね、うん、エヴァンゲリオンのやってピチピチのようわからんズボン履いてな渋かったらええねん、ラップでわな。まあ言うてることとかはなんか言い出しそうなことはおもろそうっすけどね、うん、若い方がええ言うて、もうどうせ若いんやったら小学生や言うて危ないそれぐらいもうバンバン言う、うわこいつすごいこと言い出しおるわ言わんと。でも確率から言うたらそういうなんか音楽のアンダーグラウンドシーンよりオタクのシーンの方が、うん、まあメジャーに行きやすいというか、まあ今は儲かるんちゃいます。そうやろやっぱ圧倒的にやっぱそっちの人口のが多いんで。そうやろ、オタスターやって狙うのは間違ってる なんやった、あのゲロスター言うとったやんな別にいや、ギャングもやりながらこうオタスターでビジネスをするみたいな。ギャングとオタクは逆やでほんまに、あの難しいね。ギャングやりながらオタクのスターすんのめっちゃ難しい。ほらもう他のギャングにしばかまさられるからなオタクや言うたわけだけで。そうやから。そうっすね、うん、でもオタスターも生まれてほしいな。そうっすね、うん、オタスターも生まれてくるぐらいの業界になってほしいな、はい、ヒップホップが。俺はもうあれやで、たこ焼き師匠やからなケイ君はたこ焼き師匠、たこ焼き師匠やからもう俺。たこ焼き屋やりながらのヒップホッパーやから、うん、な、これもなかなかそんなんあってええねんって。そうっすよね、なんかみんな一生懸命飯食うていきたい言うてるけど、本心までのけて、うん、いやこの空間はほんまにケイ君やからできたと思いますよ。ほんま、まあこんなアホなことするやつ他におれへんわなまあまあこうそういうことで、ちょっとそろそろセッション行きたい、ね、どうぞ。もうこれで、今17分番組した3分で楽曲 してちょっと締めさせてもらおうかな。はい、よっしゃ、Yo, Ustream TV! Stay chill! Monster! Monster D! 新世界マルサ。Yo, watch!ユーストリーム見てるみんな元気かい、空は晴れてるか夜だったな。ギタービート乗せて今日も心の中ヒートさせるやつ、今日もヒットヒットで繋がる。そう、人は人に寄りかかって生きてるモンスター。何かが足りない現実が夢の中、涙流した今になればそう笑える話を。あの時は苦しかったな、でもそれが身になり糧となり今にある。槍が降っても吹っ飛ばす、1パース2パース3パース繰り広げてゆく俺のフリースタイルがどこまで届くかわからねえが、お前の音楽に突き刺すならそれでいい、気持ちいい、それがいい。ロンリーな夜も孤独な夜もそれでも耐え忍んできたあの日。 Hey yo 空を見上げな、雲を突き抜けて強くつかめなスター Yeah いつかなってやるビッグスター。信号にしなりでなきにジブラハンニャも超えるようなスーパーラッパー言い過ぎか、
エミネムに憧れた俺は今こうやってセッションしている。どこだってもう一度言うぜパルサ、 Hey yo 覚えとけパルサ、 Hey yo 覚えとけパルサ、もう一回言うぜパルサ、新世界のたこ焼きマルサ。ありがとうございます。イエーイ。